はい、皆さん、こんばんは。はい、で、ですね、先週にちょっと上げたね、動画にもあるんですけど、はい、上海に仕事と一緒に、まあ、旅行しお仕事とね、はい、まあ、並行って言い方は変ですけど、まあ、兼ねて、はい、夏休みも兼ねてね、上海の方に行ってきました。で、まだね、旅の1日目の、成田まで、に、ちゃんとチェックインできたっていうところまでの動画しか、まだ上げてないんですけど、はい、この後ね、上海の街並みとか、あと、どんなものを食べてきたとかっていうのをね、うまく出せればいいなと思ってます。で、じゃあね、僕が行ってきた上海っていう街、一体どんなところなのかっていうのをね、ちょっと説明できればいいなと思って、はい、動画を撮り始めました。はい、で、まずこれなんですけど、上海の紹介っていうね、まあ、なんとちょっとしたプレゼン資料には、昨日ですけどね、まあ、練習がてら作りました。上海なんですけど、はい、まずですね、上海っていうのは、中国の、太平洋、日本側にある、香港よりさらに南側にある、大きな町、世界的にも大きな町です。はい、気候、7月、8月は非常に暑い国です。で、僕が行ってきた、ですね、9月は非常に涼しくなり始めた頃です。ただ、まだ、湿気的にはまだ残ってる、まあ、いわゆる日本の、ね、残暑みたいな感じの、はい、感じでした。で、中国の人に話を聞いてきたんですけど、7月、8月はやっぱり暑いそうなんです。で、旅行で行くにはね、ちょっと厳しいのかなっていうかと思います。なので、逆にじゃあ冬はって言ったら、日本の気候にね、なんかそっくりみたいで、すごい寒い時はすごい寒いし、夏はすごい暑い時は暑いんで、まあ、やっぱり今ぐらいの、例えば9月頃に来るのがちょうどいいんじゃないかなっていうことを、実は現地の方、おっしゃってました。で、この今回の、プレゼン資料の右側にですね、外灘っていう、上海の中でもね、5市に入る、夜景で有名なところがあるんですけど、それをね、みんな、見てる人たちのね、写真を撮ってきました。で、続いて、上海の治安についてお話ししていきたいと思います。上海の治安なんですけど、そんなに治安が、悪いわけじゃないですね。むしろいいと言っていいでしょう。僕、実は上海、は何回か、まあね、調べては行ったんですけど、まあ、やっぱり海外なんでね、あんまり夜中は出歩かないようにしようとはちょっと思ってたんですけど、ところがどっかに、まあ、タクシーを、ね、呼ぶときに全然来なかったりとかって形で、あんまり良くないよのかなってちょっと心配してたんですけど、夜10時頃、11時頃ですね、上海のホテルの周辺、テク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 歩いてたんですけど、全然問題はなかったです。で、バスとかね、空港からバスが出てるんですけど、そのバスを使いながらね、移動してたので、はい、非常に治安が良かったです。で、いわゆる空港に近いベッドタウンな、ようなところにね、本当に泊まってました。で、実は周り住宅街しかない、ね、いわゆる日本の、大田区みたいな感じのところでした。で、そこにね、ドーンとした宿屋が何個もあるっていうような感じでね、いわゆるいろんなものが街に備わったっていう、ところでした。で、さすがにね、南京広場っていう上海に大きな、まあ、いわゆる繁華街があるんですけど、そこまで行った時にね、どうなるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、そこまでね、同じ上海なんでね、大きくは変わらないかなと思います。続いて、上海の市街地についてです。はい、先ほどのね、1枚目のスライドに、載せたんですが、発展しているところに関しては非常に発展してます。で、本当に高層ビルがね、立ち並ぶような、はい、大きな街なんですが、そこから一歩外れてしまうと、今上に出しているようなのどかな田園風景みたいなのが 広がります。で、ゴミがね、たくさん落ちてたりとか、あと、なんですかね、ちょっとね、なんか匂いも、不衛生みたいな感じ、日本人にとってなんかね、違和感を与えるような、感じるような、上海の街並みでした。ただね、それがなんか、いわゆる中国にね、来たなっていう、いわゆる日本を離れて、ちゃんと海外に来たんだなっていうのを、
自分の身でね、肌で感じる、重要な体験です。なので体験でした。はい。なのでね、できれば街を一通り歩いてみるのはいいかと思います。本当に上海であれ、上海の市内であれば、あとプードの地域のであれば、基本的にそんな治安は悪くないので、1回でいいからね、5分10分、散歩してみると、はい、そこの土地柄を知れていいと思います。で、続いてです。これ、西安寺だったかなっていうところのお寺に、まあ、上海の中で、まあ、やっぱり五市の中に入る、名刹、古刹みたいなんで、はい、そこにも行ってきました。で、そこはですね、見ての通り、この寺院そのものの裏手側はもうすぐに建築現場です。大きなクレーンがね、常に動き回ってたりとか、もうその横にね、写真にもある通り、高層ビル群がね、たくさん並んでるようなところです。で、常にね、都市の発展と歴史がね、どこかしらに同居しているっていう大きな町でした。ちょっとね、今回のその外、まあ、これも実は外灘と呼ばれるところにあるんですが、そこに行った時、その外灘というところにある、後ろの、建物と中内側の方で、ね、それこそ中国3000年だか4000年だかっていうね、大きな古い歴史がありますけど、それがね、両方一挙に見れる大きな町でした。で、そしてその最後、上海を今っていう形で、まとめてみました。で、上海の今っていうのは本当将来的にね、常に鼓動し続けて、常に止まらぬ発展をし続けていると思ってます。で、先ほどの 1個前のスライドにも出しましたけれども、どこかしらでね、必ず建物を建ててたりとか、それこそ工事をしてたり、工事をしてるっていう概念で見たら、日本でも工事はしてるんですけど、その工事の規模というものがね、もう全然違ったりしちゃってるんですね。まあ、よく俗称で言うのもあれですけど、もう常に六本木ヒルズみたいなビルが常に建つ、建築してるみたいな、本当常に壊しては建て替え、壊しては建て替えをずっとしてるような大きな街でした。でね、近代の克服っていう形の言葉をちょっとこれ使わせていただきました。これはなんだろうな、猪瀬直樹さんと、あと落合陽一さんっていう、この二人のね、まあ二人は東京都知事を務められたようなね、政治家さん、政治家になるのかな、近代作家さんですけど、あとは落合陽一さんは、いわゆる日本のね、イノベーションのトップランナーだと思ってますけれども、その二人がね、よくその蔵書の中で言ってた言葉として、近代の克服っていう言葉を使ってました。要は、いわゆる昭和と呼ばれる時代をくぐり抜けた次の世代をどうやって克服した上で、次の世代をつなぎ出すか紡ぎ出すかっていうことをテーマにしてね、その本書かれてるんですけど、はい、それをね、実直に本当にそのまんまストレートに古代から、過去、今、未来っていう形で、それを、ね、本当に素直に実行した街っていうのが、それがもう上海だと思ってます。で、昔ね、ここの上海も実は日本が植民地として、占領した街でもあります。なんでね、日本の文化がちょこっとだけ見えたりもします。博物館、上海博物館だったかなっていうところに行くと、日本の統治下であった頃の、お金がね、飾られてたりとかしてます。で、当然ね、そのさらに前はもうイギリスの植民地だったりしてたんで、それこそね、この外灘のちょっと行くと、もうイギリス洋館と呼ばれる西洋のように、館ですよね、洋館の古い建物がね、たくさんずらーっと並んで、綺麗に、ね、本当に並んでました。で、ここの上海の街自体は、なんだ、2泊3日とかでもね、十分行けるぐらいの、距離でもあるんで、もしね、お時間あるときとか、はい、行ける機会がある方であれば、はい、行っていただけると幸いかなと思います。はい、じゃあね、今日はここまでで、上海の街っていうものを紹介する動画にしました。で、実際に、本当にじゃあどういうとこだったのっていうのは、この後、動画にしてありますんで、またこれはまた近いうちに動画にしてあげますんで、そこはね、しばらくお待ちください。
それではすみません、失礼いたします。